怪獣のみんなが想像した美味しいもののイメージをあなたのマシンが受信してるのよ。ブーケブーケ、こんな時に美味しいものなんか作ってどうしようって言うんだ。初めてです。やったな、なんだこいつは。呼ぶためにうまい食い物を生み出したというのか。おいそこの、お前だお前。誰だか知らんが空気読め、ボツにするぞ。今日の話は私が主役。僕の中に満ちているこの大いなる感動を邪魔するやつ。